じゃあ、アランさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。<laughs> はあ、皆さん、おはようございます。Ruby にあおけるメモリーの探究、コンパクティング GC の実装化の発,発表をさせていただきます。あその前に、私についての説明をします。 私の本名はパタソン・アーロン。インターネットでは通称、テンダー・ラブの名乗っております。私に会って、ピンとことなく,なくも、これを見られわかるかもしれません。これはまだ白,毛白髪もなく、長髪の頃の写真です。<laughs> レイル,スルーズと Ruby のアイコアコミッターをけん兼任しているので、レイル,スルーズと Ruby 両方の質問よりあ喜んでおあ伝えします。あ最近の表現 <laughs>、最近この表現の説明で有名になってしまいました <laughs>。<laughs> <もう笑> もう,もう10年間以上日本語を勉強している私にはちょっと恥ずかしいけど、しようがない <laughs> あ私は GitHub という小さいスタートアップで働いています。私たちのサービスはオンラインコードのホスティングで知られていますが、本当の ああミッションはより容易のコラボレーション機能を提供することです。開発には g ッ t を使えます。私個人として私も本当にこれはすああ優れているなと感じますがでも皆さんに無理に使いなさいと言いません <laughs>。<laughs> <laughs> 家で2匹の猫を飼ってますが私のコーディングをサポートしてくれています <laughs> まずこれがゴルバチョフパフパフサンダーホース <laughs> これがチューチューです今日は私が GitHub で開発しているプロジェクトでずっと前から興味があって CompactingGCC について話,話します なぜならコンパクティング g c は GitHub プログラムのあ短編化とメモリー使用量の減少をあ助けになると思っ,て思ったからです。そして別でコーピ p オンライ i g h の最,強最適化にコンパクティング g c から集中して話したいと思います。今日は3つのテーマを中心に お話します最初はコーピオンライトの最,最適化、次にコンパクティング GC の作り方、最後はメモリー検査に,に使えるツールについてです。今日のト,トークはかなり低いレベルな内容ですが、ここから少しでも役に立つものを学んでほしいと思います。それから今日の中に 新しい開発者の人たちにメッセージがあります。それは新しい開発者の高レベルの視点から私の話を聞いてほしいことです。どう動作するかよりも性質や定義に注意してみてください。それとあなたが全てを行うことができるからといってまだ全ての方法をマスターする必要があると,とは 限らなたとえ会社で質問問題が起きてもこの問題が発生しました何何々ができると覚えているので対処法を調べてみますって言ってほしいです高レベルの開発者の人でもこのことをすでに知っている人がいると思います その人たちには次のメッセージがあります。アルゴリズムと実装の詳細に注意して私の話を聞いてください。では、コーピアンライトオプティミゼーションから始めましょう。コーピアンライトは顔とも呼ばれています。では、コーピアンライトオプティミゼーションとは何でしょう その答えは簡単。つまり何かのコーピーを行うとき、実際にリソースが変更されてから初めてコーピーを行うこと。具体的例を見てみましょう。これは RubyString を使った顔最適化の例です。最初は大きな RubyString を作成して,しています。次は r u b y ストリングを使っているメモリーが9000を超えています。では次にストリングを複製してからコーピー,コー,ピーのメモリー使用量をチェックしてみると新しいストリングの使っているメモリーは40しかありません。これは複製されたストリングが複製元のストリングだけを指しているからです。次に このストリングに書き込んでからメモリーサイズをチェックしてみると今度は複製元の同じサイズに変わっています。それは元のストリングが書き込まれ,て込まれたときにコピーがされているためです。つまり書き込,み書き込むとコピーするということです。これは Ruby の配列と同じ機能を果たします。 でも、ハッシュを使おうとそうはいきません。何とかか直せるといいんですが、今は何とも言えません。この広報がどう動くかというと、これは元のデータの変更せずにコピーするため、元データの,データのそのコピーに違いがない、認識されるためです。 元データとコーピーに違いがないから何かを変更が起こ,起こらない限りコーピーを作成する必要がないからです。これは今皆さんに紹介した Ruby プログラムだ,だけに限らずいろんなところで使うことができます。現に皆さんが使いのオペレーティングシステムも複数のプロセスを作成される際この方法を利用しています。 プロセスがフォックされるとオペレーティングシステムはコーピーの作成を行います。このプログラム例では大きな値のストリングを割り当てた後フォークメソッドで新しいプロセスを作成しています。次は先ほどドゥープで文字列を読ん,で読んだ時に読んだ時と同様このフォークメソッドを現在のプロセスをコープスプロセスへ コピーしますが親とコープロセスの間には何何の更新もないのでここでコピーを行われませんしかしストリングに書き込むをするとオペレーリングシステムは変更があったメモリーをコープロセスにコピーします Ruby のストリングの配列は1つのストリングに書き込みがあると Ruby は書き込みを含めてすべてのストリングをコピーしましたがオペレーティングシステムの場合ちょっと賢いからこあー <laughs> 動作をします説明するとオペレーティングシステムはメモリーの複数のページを分割します 100ページサイズは4キロ,キロほど大きいさです。プログラムがフォークの完了するとコピーをしないで親プロセスのメモリを指します。高プロセスがメモリの一部に書き込みを行った場合、そのメモリを含んでページのみがコピーされます。では、 真ん中にあるルービースト r ングに書き込むをしたらどうなるかというと書き込みを行われた部分を含んだページだけのコーピーされます。このコーピーによる処理、顔ページフォルトと,いうと呼ばれ、OS のペパフォーマンスツールを使ってメモリー測定値は測ることができます。ページフォルトは 一般的にパフォーマンスに悪い影響を与えるので、向上性のためページフォートは減らしておきたいです。では、どうしてこのコピーカ,カオが必要なんでしょう理由はユニコーンをアプリケーションサーバーとして GitHub では使用しているからです。 ユニコーンはフォーク上のウェ,ブセウェブサーバー、つまりユニコーンが親プロセスと複数の及ぶコープロセスを作成することを意味します。このコープロセスはすべて親プロセスからフォークされたもの、ウェブ側からすべてのリ,リクエストの処理を行います。 ここで、しかし、それぞれの高プロセスがレールズのコピーを読み込みを行うと、最小的に3つのレールズのコピーがメモリ内に存在する結果になります。 それ,それだけでなく、それぞれのレールスコピーを読み込みは大変時間がかかります。このような無駄な処理を実行されないためには、レールスのコピー読み込みは親プロセス側で処理されば顔を有用することができます。では、もし親プロセスがレールスの読み込み してからコープロセスの生成してそれからコープロセスが親プロセスのレールズコピーを示せばメモリー内に存在するレールズのコピーは一つだけです。レールズの読み込みは一度で済み起動時間を大幅に短縮できます。この Uh, 時点でメモリ内にはレールズのコピーは一つしか存在しないためメモリの使用量が減少します。これが今日 GitHub で使っているアプリケーションサーバーの仕組みではこれは顔を利用したアプリケーションパフォーマンス改善を目的した例ですが私が本当に意味あるのはこんな最適化ではなくて ページフォルトを減少する方あが気になります。前には言い,言いましたが、ページフォルトとは共有されているページに何か書き込みが生じる,生じることで、そのページが必然的にコピーされる処理ですが、では、 何がページフォルトの原因かというと共有メモリーの変異,変異がその原因で何か共有メモリーを変異させるのでしょうその最も簡単な例として G C を GC が挙げられますでは一体ガーベージコレクションの何が顔に悪影響を及,ぶ及ぼすのでしょう ガーベージコレクターがコピーピオンライトに影響する時間問題点はオブジェクト割り当てです。これはただ単にオブジェクトを割り当てるだけでメモリが1プロセスから別のプロセスにコピーされてしまうというものです。この場合、親プロセスとープロセスの2つのプロセスがあり、ープロセスは新しいオブジェクトを割り当てます。 問題なのは Ruby オブジェクトのサイズはオペレーティングシステムの1ページより小さいことです。ページに書き込みことによってオペレーティングシステムはページ全体をコピーして,してしまいます。その結果、空間に空きがあるページはプロセス間で重複が 行われてしまい全体のメモリー消費量は時間とともに増加していきますではどう,しどうしたらこの空きを減らせるのでしょうか答えは GC Compaction と呼ばれる手法ですこの場合1プロセスが2ページにありますもしこのプロセスをフォークするとしたら 両ページがコープロセスへコピーさせる可能性があります。しかし、この1ページ,ページを満たすためにオブジェクトの一部を再,再配置すれば、全ページは二度とコープロセスかコピーされることはありません。プロ,プロセスのフォークアトの最悪の死、 シナリオとしてたった1ページだけコープロセスへコピーされるかもしれないということが考えられます次にヒープコンパクションの実装についてお話ししますでは GC コンパクションを見てみましょう GC コンパクションは職,職場のあープロジェクトとして取り,取り組んでいます きましたがそれがどのように機能するについてお話したいと思いますではコンパクションって何だと思いますかコンパクションはオブジェクトを移動させることでオブジェクトオブジェクトマンに空きをなくし移動アットでもプログラムが移動することです なぜコンパクトをしたいか理由,理由は二つあります。メモリー使用,使用する、減らすことが私の第一の理由でした。それは不可能だと周りの人たちを言わ,れ言われ続けたのが第二の理由です。人々からオブジェクトを移動することは不可能だと言われていたので、 RubyConf でメモリーを減らすための他のテクニックを紹介しました。その時ある日がなぜコンパクションが不可能なのかと聞かれたけれどその,当時その当時返す答えがなかったので試すことに至りました。ではコンパクションアルゴリズムについて説明しましょう。 世界の中、世の中にコンパクションアルゴリズムはたくさんありますが、私はあえて日本コンパクションと呼ばれるアルゴリズムを選びました。アルゴリズムの概要を説明する前に、その利点と欠点についてお話したいと思います。欠点として遅いこと、オブジェクトがランダムな場所に移動する ことが挙げられます他のコンパクションアルゴリズムとあ比較してもかなりひどいと思います。しかし、このアルゴリズムには他のプロ他のコンパクションアルゴリズムに勝るたった1つの頂上があります。それは簡単なこと。それだけが,それだけがこのアルゴリズムを選ん,で選んだ理由です。簡単に、 理解できて実装も簡単このアルゴリズムを2つのステップに分けて説明すると最初のステップはオブジェクトを動かし2番目のステップに参照を更新をしますまずオブジェクトの移動方法を見てくださいこれはメモリー内の Ruby オブジェクトの視覚 四角化したものです。客オブジェクトには固定幅とアドレスがあり、メモリー内の客各位置にはオブジェクトがあってもからであろうとどちらでもか構いません。日本指、このコンパクションは、日本指コンパクションはヒープ、ヒープ両側に2つのポインター、また指、 を置くことによって機能します左のポインターはフリーポインターと呼ばれ右のポインターはスキャンポインターと呼ばれます。フリーポインターはあーあー秋のスロットが見つかるまであーあー右に移動します。スキャンポインターは埋まっているスロットを見つかるまで左に移動します。 そのあと、それらの交換して、して埋まっている場所に転送アドレスを残します。フリーポインターとスキャ,スキャンポインターが出会うまで、このプロセスを繰り返します。ちょっと休憩します。<laughs> イエーできました <laughs> <laughs> あ。第2のステップは参照の更新です。オブジェクトを移動する前、メモリー内のオブジェクトのラグラフを次のように表示されます。ハッシュはシンボルと文字列を,をしあ指しますあ。これはオブジェクトを移動した後、ハッシュは今データが存在するは するはずなのにデータがない2箇所を指しています。これを修正するには各オブジェクトのリファレンスを更新すれば解決です。あ参照を更新する方法は簡単です。やることといえばあ片側からオブジェクトを見て,見ていくことだけ。 オブジェクトが移動したポインターを参照したら、リファレンスが新しい位置をポインターするように変更します。その後、次の,ポインター次のオブジェクトに移動します。終点にたしたら参照の更新は完了です。あ終わった。 最後にすべての転送先をフリースペースにします。これで完了です。これからの実装、これからこの実装の細部について少し説明したいと思います。GC のコンパクションのコードはここ,こ,こで見つけられます。 gc.compact という関数をこのブランチに実装しました。これはマニュアルにヒープを圧縮することができます。なお、具体的な例として職場 GitHub では gc.compact を使用して全レール 全依存性そしてアプリケーションの読み込みを行いますその後、フォーク前にヒープを圧縮を行います GC にはガーベージュコレクターの GC たちにはガーベージコレクターのコードが含ま,含まれているためほとんどの変更はこのファイル内で行いました 次に私がしなければならな,いならなかった大変、大変更についてお話したいと思います。まず最初は GC ムーブ関数の移動です。この機能は二項章の入,れの入れ替えて転送ポインターの,の書き込みだけ行います。 転送先アドレスを指すものはすでに更新する必要があるので t m o v e という新しいタイプを導入しましたこの,この t m o v e タイプはスロットに転送アドレスが含まれていることを示してくれます GC compact heap comp は フリーポインターとスキャンポインターの移動を担当し、GC を呼び出します。Uh, GC Update Object References は、特定のオブジェクトの参照を更新します。GC Update Object References は、更新中のオブジェクトのタイプに、uh, 応じて別のヘルパー関数を呼び出してくれます。最後に移動したのが特定のオブジェクトの移動を稼ぐヒットあビットテーブルです。 今までのところではオブジェクトの移動可能となりましたがある一部のオブジェクトの移動ができないためこのビットテーブルを使って移動できないオブジェクトを表示をしています次にこのビットテーブルのあの説明しますで,ではどのタイプのオブジェクトが移動可能がわかるリストを作ります これまでのところすべて動かすことができます。素晴らしいことです。では、これからリファレンス探し,と探しとどのようにその固定ビットを利用しているがか説明します。簡単な Ruby リファレンス例を使って説明,説明します。ここで,では、オブジェクトフーはオブジェクトバーにを参照します。 両方のオブジェクトが Ruby で実装されているので GC がこの参照を見つけるのは簡単なことです。GC はインスタンス変数の存在方法と格納場所を知っているので簡単にリファレンスを更新することができます。しかし、ここでもし、フが C 言語で実装,実装されている場合はどう,どうでしょう GC は C データ構造が Ruby データ構造をどのように参照している,をしているかを知らないのでこのリファレンスをどうやって見つけることが可能なのかというと実際に参照がどのように実装,実装されているかは見つけることは不可能,不可能ですがその周りどのオブジェクトが参照されているのか のかなら見つけることは可能性です。バーオブジェクトがカガーベージコレクターとされ、フーオブジェクトがそれを参照している場合、プ,プログラムはクラッシュします。えええ,え

場合はどうでしょうかああ、プログラムはクラッシュしました。はいはい。オブジェクトは逃げるのを稼ぐため、C 拡張 r u b y g c マークという関数を呼び出して、オブジェクトが収集,収集されないようにする必要があります。別の問題は、コンパクターがバーを移動することによって、プログラムのクラッシュが発生します。 理由は G C が GC が C 拡張の実装方法を知らないためこの参照を更新できないのでその結果としてプログラムがクラッシュしてしまうのですこの問題を解決するために RBGC マークはオブジェクトを固定して移動できないようにしなければなりません ということは RBGC マークにはオブジェクトのマークとオブジェクトを移動あ動,け動けなくするという2つの責任があります。コンパクションは次の3つのステップで行われます。まず最初,最初に GC に行,わ行うことを でオブジェクトが固定される2番目にオブジェクトがコンパクトされ3番目に参照が更新されますでは次にどの,どのタイプのオブジェクトからなら移動できるのかというと今のところ RBGC マークでマークされたオブジェクトがオブジェクトを除ければあ全部と言えますここ,ここまで 段階ではコンパクションに関しては何も問題もなく全ての簡単で順調でした実装する前実装する前まではということでコンパクション GC コンパクション GC を実装する際に私が遭遇したオブジェクト移動の,の妨げのあ原因を,をいくつかご紹介しますまずハッシュテーブルから始めます Ruby におけるテー,ブルテーブルとなるハッシュ関数はオブジェクトのアドレスを使用してキー,キーをあー計算しますがこのオブジェクトを移動するとハッシュキーが変更します。ハッシュキーが変更するとハッシュ内のオブジェクトを見つける,見つけることができなくなります。ということはハッシュキーがあるオブジェクトを移動することが不可能になります。 これを修正するには、オブジェクトにハッシュをキ,あキャッシュすることで変更をさせなくなります。しかし、これはまだ実装していません。したがって、RBGC マークでマークされたオブジェクトとハッシュキー以外のすべてをあ移動できます。10分だけ。2, 2番目は二乗三乗の問題です。

<laughs> この問題では2つのオブジェクトのが別のオブジェクトを指しています。1つの C オブジェクトはもう1つはオブジェクト Ruby オブジェクトです。C オブジェクトの作成,作成者を Ruby ーーオブジェクトがオブジェクトを存続,続させるので RBGC マークを呼び出しません。しかし、コンパクト g c ではオブジェクトが移動することがあります。Yes. この場合 r u b y オブジェクトの参照が更新されます。しかし GC は他のリファレンスを知らないために更新がされずこの、その結果、プログラムがクラッシュする可能性があります。 これは、この問題には RBGC マークを呼び出すか r u b y オ b ジェクトだけ使用するかの解決集団があります。なお、この修正例は MessagePack の Gem で見つけることができます。まとめ、 まとめると、意外の RubyRBGC マークでマークされ,されたオブジェクトとハッシュキー23章オブジェクトを,のオブジェクトを,を除くすべてのオブジェクトを移動することができます。次に,次にグローバル変数について見ましょう。 残念なことにオブジェクトが C のグローバルとして定義されることは極めて一般的なことです。この例ではクラ,クラスオブジェクトを作成しグロ,グローバル変数に割り当てます GC は。GC はグローバル変数を更新できないため、これらのタイプのオブジェクトは移動できません。 この場合、ハッシュ,スタックハッシュあヒューラリスティックスを使用することで、オブジェクトを固定することができます。RB defined class の,のあ周り値,値は、 ああ c プログラムだけがキーに,キーにするだけので r b d e f i n e c l a s s のような関数で永久にオブジェクトを工程を変えさせますまと,めまとめると RBGCMark でマークされたオブジェクトハッシュキー二2 0参照オブジェクト r b d e f i n e c l a s s で作成されたオブジェクトをのあ除くすべてのオブジェクトは移動することができます 最後の文字列リタルの例です。次を見てみましょう。Ruby でコードのコンパイル処理をすると、命令,命令シ,ーシーケンスオブジェクトを変換されます。この命令シーケンスの生成中、リタル,のリタルは文字列オブジェクトに変換され、その後配列に格納されます。 また、プログラムのバイ,ネバイナリー表現となるバイ,バ,イバイトコードを作成します。そして、バイトコードはリタルのアドレスを示します。したがって、リタルを移動するたび、バイトコードの更新が必要になります。 バイトコード更新は大変難しいため、今のところ現在していません。つまり、リタルはまだ動か,動かすことができません。まとめると、RBGC m a r k でマークされたオブジェクトとハッシュキー、HashKey23 章オブジェクトと、RBDefinedClass で作成されたオブジェクトと、文字列リタルを除く、 すすべてのオブジェクトを移動することができます <laughs> こ,れこれは結局何も動,動かせないと <laughs> のと同じではとかと落としそうとなりますがまた皆さんに希望を与え,与えてくれるいいニュースもあります。それはほとんど問題は,問題は修正可能だということです。 唯一の例外は RBGC マークの呼び出しがあるとオブジェクトは移動可能性になります。これ、偉大のすべてのケースは更新可能です。もう一つの,もう一つのいいニュースは、現在の CO2 のコードでもレールズアプリケーションの約 46%, 46のオブジェクト移動は可能性です。 このグラフはコンパクト前のレールスヒープを表示しています。確列は1ページを表し、赤は移動できないのオブジェクト、緑は移動できるオブジェクト、白いはフリースペースを表します。ページは移動できないオブジェクト数に従って相当されています。 このグラフからわかるようわかるようにコンパクト、あとすべての緑緑オブジェクト一方に集まれています。最後の章になりましたが、メモリーあ検査ツールツールについて少し説明したいと思います。私も私もガ,ガーベージコレクターの作業中、プロセスのメモ,リメモリーを調べなければならず、影響のあ 測定は大変必要なことだと痛感しましたではいくつこのプログラムをメモリー検査方法を見ていきましょう最初にお見,せお見せたいのは Object Space Dump ですからです これ,これはプ Ruby プログラムのメモリーを最も簡単な理解できる最,最高の方法だと思います。このサンプルコードはシステム内のすべてのオブジェクトに関する情報を JSON と,としてファイルにダンプします。私はこのようなレールズのブート プロセス中にオブジェクト空間を使ってヒープをあー測定を行います。出力は1行,1行につき 1JSON オブジェクトがファイル内に存在します。これは同じデータですが、同じデータですが、ちょっと だけ読みやすくなりましたこれを見てわかるとおり、ここにたくさん役に立つ情報があります。まずこれがオブジェクトのアドレス。この情報はオブジェクトが,がど,どのメモリーに記憶されているかを教えてくれます。リファレンス配列の情報はメモリ問題のデ,デバグを 大,大変役立ちます。このリストはこのオブジェクトが差しすべてオブジェクトを表示しています。その後その後はオブジェクトが肥料するメモリー量を表示する。メムサイズファイルを頻繁に利用していますオ。オブジェクトのアドレス、オブジェクトのメモリー内の位置をあー表します。 これが私にとって必要な理由はコンパクトがオブジェクトを動かしていることはつまり位置の変,化変更を意味するからです。Ruby のガーベージコレクターが使用するメモリーフォーマットについて単焦の知識な 檻があればぜひメモリ内でのオブジェクトを表すグラフの作成をお試しください。すべてのアドレスを計算すればプログラムの開き、開き両側が、領域がどこにあるを計算することができます。そうすれば、ヒープ内の短編化を視覚化する ことができますこのグラフは Rails4.2 アプリケーションのヒープでコンパクションフェーズ前の様子を表しています。コンパクト実行後はヒープの状態です。グラフから見て分かるように空,空白の部分を含めるために大半のオブジェクトが移動しています。 先ほどと同じコンパクション前のグラフですが、ここでは移動可能のオブジェクトを緑移動可能性、不可能性のオブジェクトを赤で表示しました。このグラフはコンパク,ンパクション後,に後を表,す表しています。すべての緑をオブジェクトが左右,に左に移動右に移動したことがわかります。 この男女べての数学を説明する予定はないので、この URL であ行って、ああ、グラフを生成,生成する行動を試してみてください。どのように行,い行,い行ったのかなどのご質問な,などもあっほど聞,聞かせてください。じゃあ。<laughs> スライドがいっ,ぱい,いっぱい残っているからスキップします。すみません。それはスマップスで、スマップじゃなくてスマップスで <laughs> メモリ,ーメモリーを分かることができる。でもスキップしました。スキップします。それで、えー、っと、えー、っと、これで、これは、これは圧縮と非圧縮の PSS 比較的の結果です。 こ,のこれは別にすごいことはなし、しかも極めて小さいのプログラムが結果すぎません。現在の段階段ではまだ GitHub アプリケーションでは実物価のテスト中です。では最後のまとめにいります。 試し限り、コンパクションは小さいプログラムにとってあんまり節約にならないので、まだプロ,あプロダクションあでテスト中です。オブジェクトスペースは Ruby レーブ,ブルのメモリでデ,デバッグを使いましょう。システムレーブルのデバッグは Proc File s y s t を使いましょう。このトピックに に今日の話は終わりと思います。あ長い間私はコンパクターの実装,を実装は不可能だと思っ,て思っていました。ある日どうしてこのコンパクターの実装は不可能なのかと聞かれてその質問を答えがありませんでした。今思うともっと早くに楽しておけばよかったと思います。みなさんに覚えておいてほしいと思います。 それは自分の思い込みから一方従って義務を持つこと、なぜなら不可能なタスクは実際には可能かもしれないからです。もう草に生えた、ありがとうございました。<laughs>